役。高校の頃の同級生 A ちゃんにまつわるほんのり怖い話。自分で言うのもなんだけど、母校は地元でも有名な進学校。女性担任が成績のいい生徒には優しくて、悪い生徒には冷たい典型的な学歴コンプレックスのエコひいきの先生だった。私も成績は良くない方だったんで、そいつに結構嫌味を言われたけど、中でも A ちゃんというクラス一の落ちこぼれの子に対する態度は、それはひどかった。 A ちゃんはクラスで成績は悪かったんだけど、性格は明るくて真面目で、いつもニコニコしていて優しくて誰からも好かれる性格。それが余計奴の勘に触ったようで、 A ちゃんはたびたび無視や嫌味などの嫌がらせをされていた。武道系の部活に入っていた A ちゃんに対して、教室がなんか防具臭くない？ A さん、ちょっと顔と手を洗ってきなさい。ほら、早くしなさいよ、臭いんだよと追い出したり。担任は担当科目が家庭科だった。ある日実習でキャベツを刻んでいた時のこと。明らかに粗いきしめんみたいなキャベツを刻む優等生を褒めまくる担任。 B さんはキャベツを刻むのも上手ね。それに比べてこんなゴミみたいなキャベツ食べられないわよね、汚いし。そう言って A ちゃんが刻んでいたすごく細かくて綺麗なキャベツを掴んだかと思うと、流し台にぶち込んだ。その後キャベツの芯を A ちゃんの顔に向かって放り投げて、ほらやり直し、食材無駄にしないでよ、学校のお金なんだからと言い放った。さすがに数人が抗議をしたが、担任は何事もなかったかのようにスルー。授業の後に私と友人の数人で A ちゃんを気遣ったが、 A ちゃんは大丈夫大丈夫とニコニコするだけだった。それからも A ちゃんに対する担任の嫌がらせはずっと続いたんだが、ついに卒業を迎えて、卒業後にクラス会を開くことになった。クラス会に来た子たちはほとんどが都内の有名大学に進んだが、 A ちゃんは家の都合で都内には行けず、地元の国立の大学に進んだ。担任は席の端に座っている子から順番に一人一人近況を聞いて、有名大学に進んだことを褒めまくった。ただ A ちゃんの順番になっても担任はあからさまにする。見かねた子が一人、先生 A さん忘れてるよと冗談めかしながら言ったが、担任はなんと、あら、そんな人いたかしら、まさかいないわよね、地元の芋大学に進むような落ちこぼれなんて場違いだしと一言。場が凍りついたが、なんとか取り繕ってクラス会は終了。下を向いて唇を噛みしめていた A ちゃんの顔が忘れられたかった。私はいたたまれなくなってクラス会の後に A ちゃんに、A ちゃん大丈夫？あんな奴のことは気にしないようにね、と話しかけた。大丈夫。ありがとうね。
もう大丈夫。もうそろそろだから。と、A ちゃんはニコリと笑った。そろそろって?と聞く私に対し A ちゃんは。私たち、あいつの嫌がらせによく耐えてきたよね。でも、もう大丈夫だから。と言って、ニコニコと笑うだけ。その時点では意味がよくわからなかったんだが、とりあえず A ちゃんとはその場で挨拶をして別れた。それから一週間もしないうちだった。担任が亡くなった。死因は脳溢血。発見された時にはすでに手遅れの状態だったとのこと。葬式の焼香に来た A ちゃんは、うっすらと微笑んでいるような顔をしていた。担任の娘さんも、ショックからうつ病を発症して、後を追うように、とのこと。それから数年が経って、公務員として働いている A ちゃんに再会した。A ちゃんは、こんなことを言った。こんなこと言ったら、ドン引きされるかもしれないけど、教えるね。私ね、自分に向けられた悪意とか、役とかをね、まとめてその相手に返すっていうのかな。そういうことができるっぽいんだ。A ちゃん曰く、ちょっと嫌がらせされた場合に返すと、相手には命には別状ない程度の災いが必ず返っていくらしい。A ちゃんは3年間担任は同じだった。あの担任からの役を溜め込んで、それを卒業後に一気に帰っていけと念じたらしい。まさか死ぬとは思わなかったけどね。娘さんにまで帰っていくとも思わなかった。そう言って A ちゃんは笑った。それ以来、人が嫌がることは絶対にしないようにしろと子供たちにも教えています。優しさを大切に。俺が小学校1年生くらいの時の話。その頃俺はおとなしくて気が弱い方で、遊ぶのも大体おとなしい気の合う子たちばかりと遊んでいた。でも何がきっかけだか忘れたけど、ある時番長というか気の強い子供ばかりがいるグループとも遊ぶようになった。そんなある日、工事用の穴か、農業用の穴かはよくわからないけど、地面に直径10メートル、深さも3メートルくらいあるような円錐状の穴があるところがあって、子供だったらなんとか這いつくばって登れるような傾斜だったんで、そこを上がったり降りたりして泥だらけになりながら遊んでいた。そしたらどこから見つけてきたのか、グループの一人が小さい捨て犬を見つけてきて、穴の中に投げ込んだ。子犬はもちろん上がってこようとするんだけど、悪ガキどもは笑いながら土の塊を投げたり、上がりきりそうになると、また下まで落としたりして喜んでいた。俺も最初は我慢をして見ていたけど、そういうのが耐えられない性格なんで、気がついたら無我夢中で、穴の中に降りて子犬をかばった。そうしたらわかると思うけど、俺に対しての罵声とともに土の塊が大量に投げつけられた。でも俺も子犬を抱えたまま泣きながら耐えて、そうしていたらいつの間にか悪ガキどもはどこかに行ってしまった。俺は泥だらけになりながら子犬と一緒に穴から這い上がったら、目の前に足がある。
そのまま視線を上に上げていくと、修道院のシスターみたいな格好をした女の人が佇んでいて、自分に向かって一言。その優しさを大切にしてください。そう言われたまでは覚えているんだけど、その後の記憶が全くない。もちろんだけど、その辺はほとんど畑とまばらに農家があるばかりで、修道院なんてものはないようなところ。つづら。俺は幼稚園児だった頃、かなりぼーっとした子供だったんで、母親は俺をアパートに留守番させて、買い物に行ったり、小さな仕事を取りに行ったりと出かけていた。ある日いつものように、一人でぼーっとしていたら、誰もいないはずの台所で、ガタガタ音がすることに気がついた。誰もいないはずだよね、と、襖を少し開けて見てみたら、見知らぬ兄ちゃんが二人、台所のあちこちの引き出しを開けて荒らしまくっていた。泥棒だ!と驚いて、さすがに怖くなって押し入れに隠れようとした。窓から大声を出して助けを求めた方がいいとは気がつかなかった。押し入れの襖を開けると、漆みたいな色をしている大きな箱があったんで、そこに隠れた。しばらくして、台所方向の襖を開ける音がして、ボンボンと足音が聞こえてくる。そりゃ、泥棒だって、すぐ押し入れのでかい箱に気がつくよな。部屋の真ん中に引きずられるような感触がして、蓋を開けられようとしているんだが、開かない。別に中から俺が何かをしているわけでもないし、すぐ外から力のこもった、うん、うんって声も聞こえてるんだけど、蓋は開かない。もう一人の小さな声が聞こえて、ちょっとだけ開けようという力を感じたんだけど、すぐ静かになった。ベテランの泥棒って、3分とか5分とか時間を決めて、取れるものだけ取って、あとは諦めるんだって。そんなこと知らないから、ずっと息を潜めていたら、しばらくして、母親の驚く声が聞こえてきた。警察を呼んでも、結局泥棒は見つからなかったんだけど、なぜ俺が無事だったのか、みんな不思議がっていた。しばらく経ってから、その箱は、つづらというものであり、俺のばあちゃんが、じいちゃんの家に嫁いだとき、嫁入り道具を入れて持ってきたものだと聞いた。俺は、じいちゃんとばあちゃんが、守ってくれたのかもしれないな、なんて思っている。10年前の話だが、俺が尊敬している先輩の話をしようと思う。当時クライミングを始めて夢中になっていた俺に、先輩が最初に教えてくれた言葉がある。ペアで登山中に一人が転落してしまったら、上の者はできる限り努力をして助けろ。そしてぶら下がっている者は、上の者を助けるつもりで自分のザイルを切れ。そしてその先輩は、俺とのクライミングで自分のザイルを切った。その数年後、俺と後輩が岩壁に登っていた時のことだ。足を踏み外した俺は、ぶら下がった状態になって、もう終わりだと思った。経験の浅い後輩は、まだ臨機応変には対応できず、どうしていいかわからず、泣きそうになっていた。俺は、最後は笑って言ったと、
家族に伝えておいてくれ、と言って、ナイフに手をかけた。その瞬間、ナイフを使おうとする私の手を、見覚えのある手が押さえた。俺はその手が、誰の手であるか感じることができた。それは、自らザイルを切った、俺の先輩の手だった。次の瞬間、後輩がまだ教えてもいない方法で、俺を助けてくれた。後輩も無我夢中だったようで、なぜその方法を思いついたのか、自分でもよくわからないようだった。俺を助けようとしている後輩を見た瞬間、後輩の側でザイルを握っているもう一つの手が見えた。生死をさまよう緊迫した状況だったんで、幻覚を見たのかもしれない。もともと才能がある後輩が、火事場の馬鹿力を発揮したのかもしれない。でも、俺の手を押さえたあの手の感触は、紛れもなく先輩だったと信じている。8週目。俺には幼馴染の女の子がいた。家も近くて親同士の仲も良く、俺とその子も同い年ということもあって、小さい頃から一緒に遊んでた。まあ、大体そういう関係というのは、歳を取るにつれて男の方が恥ずかしくなって疎遠になっていくものだけど、例に漏れず俺もそうだった。小学校の高学年ぐらいになると、道ですれ違っても、よう、やあ、くらいのあっさりとした関係になっていた。そして、中学2年の夏休み、その子が突然うちに来た。トウモロコシを持って。多分向こうの親に、うちに届けるようにと頼まれたんだろう。俺はそう思ったし、向こうもそんな雰囲気だった。あいにくその時はうちの親は外出をしていて、俺一人だった。トウモロコシもらって、はいさようならっていうのもなんだかな、と子供ながらに気を利かせて、上がってく？と彼女を家に入れた。麦茶を出して、まあ、当たり障りのない会話をした。担任がどうとか、夏休みの宿題が終わらないとか。だんだん打ち解けた雰囲気になってきたとき、彼女が不意に、今度、〇〇神社に行かない？と言い出した。〇〇神社というのは、うちから自転車で10分くらいのところにあって、周りが木々で囲まれていて、昼でも薄暗い。用がなければあまり入りたくないところだった。当然俺は、え、なんで？みたいな感じで聞き返した。そうしたら彼女は、あ、怖いんでしょ？と、ちょっと馬鹿にしたような顔で笑いながら俺を見てきた。そうなってくると、そんなことはない、的なノリになって、まあ結果的に彼女の術中にはまってしまったわけで、さすがに夜は怖いんで、なんとか理由をつけて、次の日の昼間に行くことにした。そして当日、現地集合ということで、俺が神社に着くと、彼女はもうついていて、俺を待っていた。真っ白いワンピースと、真っ白い帽子。普段絶対しないような格好で、恨めしそうに石段に座っていた。遅い。昨日とは打って変わって、
フレンドリーな第一声をもらいつつ、神社の前まで二人で行く。石段を登る途中、彼女は俺にいきなり、〇〇くんは、霊って信じる?そう聞いてきた。普段しないような格好で、人気のない神社に誘われ、多少なりとも別のことを想像していた俺は、安心半分、がっかり半分。幼馴染とはいえ、目が大きくて、ちょっと釣り目で、猫みたいな感じの可愛い子だったから、ちょっとがっかり。そんな気持ちで、信じるわけないじゃん、と即答。じゃあ、今日で信じるようになるかもよ、と、とんでもないことを言い出す彼女。私、霊とかそういうのが好きなんだ。おいおい、何言ってるんですか?今日は霊に会いやすいように、白ばっか着てきたんだ。普段しないような格好は、そういうことですか。唖然としながら、とうとう神社に到着。快晴だったらまたしも、ご丁寧に石段を登り出したあたりから曇り出して、嫌な暗さの神社一帯。じゃあ、始めようか。大きな目を、さらに大きく開いて彼女が笑う。彼女が言うには、神社の周りを二人が取り囲むように走って回る。二人の合流地点で、すれ違いざまに霊が見える。そんな噂があるらしくて、実験の相手を探していたのだと。一周くらいだと、見えるかどうか微妙らしいんだけど。八周回ると、二人とも連れて行かれちゃうんだって。とはいえ、男と女、幼馴染、同い年、断れない条件は揃っている。引いたら負けだという心理には勝てず、結局やることに。神社の入り口を出発点に、互いに時計、半時計回り。ちょうど神社の裏に松の木が生えていて、その辺が合流地点となる。行くよ。よーいどん。なんでそんなに明るいの?内心半べそ状態で走り出す。神社の脇を抜けて松の木へ。反対側から彼女が走ってくる。手を振っているし笑ってる。周りには何も見えない。霊の姿なんかどこにも見えない。彼女とすれ違いざま、全然見えないという声だけが聞こえた。一周目は問題なく終了。そのまま二周目、三周目に突入。一周目で何も見えなかったこともあって、俺も心に余裕ができ、向かってくる彼女に手を振ったり、いねえじゃん、見えねえじゃん、と笑いながら叫んだりしていた。対照的に彼女は、二周目、三周目と数を重ねるごとに笑顔が消えて、すれ違う時も無言になっていた。この分だと、八周したって問題ないな。そう思いながら迎えた七周目。彼女が俺とすれ違う瞬間、強烈なラリアットを俺にかました。不意の吸収に喉をやられ、悶絶する俺。彼女は苦しむ俺の手を強引に引っ張って、早く、と神社から逃げるように走り出した。わけもわからず、一緒に走る俺。石段を降りて、止めた自転車もそのままにして、さらに走る。
神社が見えなくなったあたりで、彼女はようやく足を止めた。喉の痛みと、走った後の息切れが収まって、ようやく俺は彼女に文句を言った。なんでラリアットするの？彼女が答える。見えてなかったの？え、何が？別に何も見えなかったけど。そう答える俺。彼女は首を振りながら。〇〇くんの後ろ、二周目あたりから手とか顔とかが追いかけてきていたの。だんだん数が増えていって、七周目には〇〇くんに絡みついていた。〇〇くんがそんなんだったから、八周目はやめておこうと思って。え、じゃあ、もし八周してたら、俺がつぶやくと同時に、俺の背後から小さく、畜生。うめくような声がはっきりと聞こえた。その声を聞いたかどうだか、彼女は。私はともかく、〇〇くんはやばかったね。家に帰ったら背中を見てみな。と笑った。彼女に言われるまでもなく、帰った途端、あんた、どうしたのその背中？と母親に言われた。どうしたもこうしたも、シャツには手形がびっしりと。その一件以来、彼女には色々と協力をさせられている。プレゼント。中学生の頃、いじめが原因で同級生が自ら命を絶った。親の引っ越しか何かで転校してきた子で、性格もあまり明るい子ではなかったから、すぐにいじめの対象になってしまった。そして私も暗い子で、友達なんかはいないに等しかった。唯一の違いは、勉強だけはできたから、いじめの対象にはならなかった点くらい。そんな本の虫で、図書委員も務めていた私と、遊び相手がいなくて図書室に来る彼女とは、それなりに会話をするようになった。彼女が命を絶つ前日も、私は会話をしたんだけど、そのこともよく覚えてる。翌日、先生から彼女が、昨晩首吊りをしたという話を聞いて、私だけ即警察のご厄介に。なんで？と思ったら、遺書に私の名前が書いてあったかららしい。内心、いじめた奴の名前を書けよ、と憤慨したんだが、どうやらいじめの犯人として呼ばれたのではなく、親御さんにも、娘と仲良くしてくださってありがとうございましたと頭を下げられた。親御さんの許しも得て遺書を読ませてもらったら、長々と自殺の理由を説明した後、私の幸運と残りの寿命はただ一人親しくしてくれた A ちゃんにプレゼントします、そんなことが書いてあった。それ以降、何かとついている毎日。まあ、といっても、宝くじの一等賞が当たったとか、その手の幸運は来ないんだけど、本当にちょっとした幸運だよね。そして最近、子供が生まれた。出産で疲れ果てて、うとうとと眠り始めた頃、A ちゃん、返してもらうね、と、あの子の声がした。部屋には赤ん坊と私しかいなかった。それから、
子供が時々私の方をじっと見てくるような気がして、何か落ち着かない。